1958年頃の福の里福の里、牛之助、1923年12月3日から1995年9月16日は、福岡県や渡市折尾町出身で、宮城野部屋と高島部屋に所属した大瀬も折騎士。最高位は、東前頭13枚目。現役時代の体格は176センチメートル、85キログラム。特異種は、 右四つ、打ち掛け、小股救い、引っ掛けなど。16歳の時に上京し、元横綱、大鳥が率いる宮城の部屋へ入門。1940年5月場所で、初土俵を踏んだ。その後、師匠、宮城の親方の娘と結婚。女の口についた時から、福の里の四嗜名で相撲を取ったが、これは、故郷の福岡県にちなんでいる。 体は小さかったが順調に出世し、1947年6月場所で新十両に昇進した。1951年11月に師匠が亡くなったことに伴い高島部屋移籍。その後は長く十両にあったが、1953年5月場所にて新入幕を果たした。初土俵から丸13年と長い年月を要したが、 以後は多彩な技を武器に、幕内界から重量で活躍した。入幕2場所目の1953年9月場所では、後に、大関へ栄進する大内山を破っている。その後、横綱、吉葉山が開いた、吉葉山道場へ移った。1959年9月場所後、35歳で引退。引退後は、相撲界に残らず、東京都内で、 プラスティック工場などを経営したという。1995年9月16日、成居。去年71。法政大学野球部 OB で、プロ野球のオリックスバファローズ、広島東洋カープに在籍していた田中明は、孫にあたる。また、俳優の滝田久は、義理の、順位にあたる。ありがとうございます。